さあ、ちょい旅シリーズ、八女城陽町にやってきました。中島観光です。まあ結構ね、山あいに入ってきましたけれども、今回はですね、桜がすごくすごく綺麗だっていうことで、八女城陽町の桜を見せたいなと思ってやってきたんですけれども、おーすごい、これはすごくないですか。すごい、うわー、おー、いいね。あ、これはいい。おーいし、到着。うわー、綺麗。ちょっと皆さん望んでないかもしれないですけど、おじさんと桜っていう笑うなもう笑いす、いやいや、でもね、中島観光は美しい風景見せたいなっていう、これ見事な桜、うわー、これちょっといいな、あ、これ最高。ここが北川内公園だ。すごい、これ見てください。今が多分一番いい状況ですよ。これ見事な桜、うわー、すごいね。橋が見られるところもそんなにそんなにないよね。まあ、あの明治から大正にかけてこういう石橋が日本全国作られたんですけれども、八女城陽町というのは4つの石橋を見て回るっていうコースがあるんです。この寄口橋があって、で、あの3連の橋があって、4連の橋があって、それをあの散策しながら見に行くっていうのがこの城陽町の楽しみなんです。うわー、見事ですね。ほら、千玉橋、これが熊本のあの通潤橋と兄弟橋だそうです。兄弟橋、つまりどういうことかっていうと、橋本勘五郎さん、通潤橋を作った人がこれ作ったっていうことらしいですね。ほら、見事ですよ。言ってもね、こうやって普通に橋と橋がある時代には想像つきにくいかもしれませんけど、ここに川が切り立ってて、こっちからこっちに行くのにかなりやっぱ手間がかかったっていうことなんですよね。だから橋ができることによって人の行き来往来ができて、そして経済も発展していくっていう、そういうことなんですよね。美味しいもの食べ行きます上がってます。もうこの辺なんですけどね。ちょっと待って、このこれ、あ、これこれです、これだ、ここうわあ、そこ看板、それ山の民ですよ。苔むしてるけどもう皆さん、あの見落とさないでください。駐車場、これ大事、うわ、すごっ、うわっ、ちょっと大丈夫これ、うわ、ギリギリですよ
うわ、めっちゃいいっすよ。あ、うわ、ほんとだ。あ、すごい。あ、いい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 。すごい、いいね、これ。ちょっと最高。え、これ公民館なんですか？昔のですね。昔の公民館移築したんですか？はい。それで、鶏が、普通に、はい、あの、いますけど、はい、あれって食べるんですか？いやいや、あれは趣味で。あ、あれは趣味で。あれ、そうですよね。すごい。じゃあ、お邪魔していいですか？すいません。なんか雰囲気いいよ。で、ほら、下川が流れてるし。お邪魔します。すみません。うわ、匂いが。炭の匂いと。わあ、うわあ、これ最高だな。わあ、ちょっとメニュー見よう。どうしますか、このお昼ご飯の山の民定食にしときますか。ああ、いいと思います。1250円、地鶏が 200g で塩もしくはタレ、寄せ豆腐、焼き野菜、ご飯、だご汁。ああ、もうフルコースですよ。いいんじゃないですか。いいですね。うわ、まだ仕上げがあるとですよ。仕上げがですね。仕上げが、これが山の民セットです。これうまそう。タレです。で、今日は特別に塩も準備してもらいました。お店の人が出してくれた。いやいやいや、これじゃあまずは塩からちょっと焼いていきますか。皮目からね、この皮目から焼いていきます。いいよ。絶対おいしいよ。超おいしそうなんですけど、うわ、もう皮目が、皮目が、あ、皮目が、うわ、うん、最高ですよこれ。うわ、これもう行っていいですか。桃いきます。これこれ、照りが半端ない。いただきます。あかもう口の中に地鶏の旨味、鶏の脂がバッと広がって、もう最高に美味しいです。うわ、ご飯、あ、うわ、これがセットになりますね。あ、大体こう、あ、カシャ飯ですね。カシャ飯、はい、いただきます。この湯気最高ですよね。田舎の炊き込みご飯ってなんでこんなにうまいんだろう。地元のお米だそうですが、それが柔らかくって、米一粒一粒に鶏のうまみ、野菜のうまみが全部なんか染み込んでて最高です。これね、だご汁ですよ。ほら、うまそうだね。あ、うん、さあ、そしてタレが焼き上がりました。これほら、こんな何綺麗だよ。
うん。シコシコで蕎麦の香りもめちゃくちゃ良くて美味しい、めちゃくちゃうまいぞ。しかも小石原焼きですよこれ。あ、ほんとや。で、お蕎麦をこのゴボ天が楽こっちも正解うまい。おお、綺麗だよ。おお、綺麗綺麗、幻想的ね。おお、ちょっとなんかゾクゾクする。あー、いい感じ。あ、これは綺麗だな。あー、どうですか。いやいやいや、あのね、君ほんと怒られるよ。カメラマンが今必死になって桜撮ってる最中に、このホタルと石橋の館の茶祭会、おーおーじゃないんだよ。抹茶ソフトクリームと、それから美味しいお茶。やっぱ雨だからね。お茶ですよ。もうね、全然普段飲んでるお茶と違うんですよ。ものすごく色が綺麗でね、で甘みがあって、でその後に適度な渋みが来るっていう、美味しいね。そしてそのお茶で、いや言っとくよ、カメラマンの米村さんが一番甘党それほったらかしてさ、しかも俺たちがこれ食べてるの知らないからこれもう YouTube で見ても絶対怒る。あ、うそヨネムラさん、うまいごめんね、今必死になって撮ってるでしょ。いや、それからね、この茶祭館っていうね、あの直売所ですけど、すごいの見つけました。ちょっとね、これ地元のお酒なんですよ。まずね、北谷っていうすっごい有名な造り酒屋がある、そこの大吟醸4750円。おー、チャンピオン酒。そうですよ、インターナショナルワインチャレンジ、つまり今日本酒って世界的にすっ
ごく好まれて飲まれてるんです。そこでチャンピオンになった酒ですよ。おそれがここに普通に売られてる。それからね、あのヤメというとね、シゲマスっていうね造り酒屋があるんです。そこの箱入り娘、これもすっごい美味しくって、実は日本の国内線のファーストクラスで出される、そんなお酒。すごい。いや、それが普通にここに置かれてるっていう、すごいよ。僕はこっちの方がいいですけど。あのね、これなかなかいいじゃん。洋館五郎物語。君もそういえばお酒全然だったもんな。いやいや。